ろいろ大変なことがあったが、今日は全部忘れて食べて飲んで楽しんでくれ。互いに生きていることを喜ぼう。大きな戦いが終わり、俺たちに束の間の平和が戻った。リムルとは心の友、魂の片割れ、盟友である。復活したヴェルドラも仲間に加わり、次に俺が決着をつけるべきは、相手はクレイマンだ。俺はクレイマンを許すつもりはない。何者だ貴様たちは。これはこれは、地底に隠れ住むのがお好きな帝王ではありませんか。戦いの前に同盟国が集まり、重要な会議が開かれた。クレイマンといえば、あまたの魔人を配下に擁する魔王、油断のならない相手ですよ。あの国は人口だけは多い。私の覚醒のためのちょうどいい生贄になってくれるだろう。軍勢はおよそ3万、魔王ミリムの領地にて編成を行っております。戦いは数ではなく質だ。魔王など恐るるに足らぬわ。邪流のイオカルスライムが、光栄に思えよ。この私、自らの手で叩き潰してやろう。俺の仲間に手を出すというのなら、それ相応の報いを受けてもらうまでだ。この国、テンペストは滅亡する。なんだって。ワルプルギスが発動されたのよ。私は勝つさ。勝つ。あいつは俺を怒らせた。転生したらスライムだったけん。今度のワルプルギスはとても楽しいものになるだろうぜ。